はい、ね、今回、どういう動画かと言いますとね、まあ、サムネ、まあ、動画タイトルをね、見ればね、わかると思いますがね、馬娘の、一番くじを引いてまいりました。いやー、これ探したよ、ほっとり。まず昨日ね、探して、まあ、3件探したんだけど、近場、一番近いとこ。ね、それでもう全部なくて、で、今日もう一回探すかと思って、それでなかったら、もう諦めようと思って、でもなさそうだなと思ったんだよ、もう俺の家の近場でもうなくなってるってことは。うちの家らへんね、結構ね、お宅が寄りつかないような場所でも販売されてたから、まあ残ってるだろうって思ったらまさかの残ってなかった。いやー、馬娘人気だね。いやー、1期の頃なんてそんな人気なかったのに、もうアプリと2期でもうすっごい人気よ。でね、しかも、いやー、もう本当に隣のね、町までね行ってきたのよ。もう隣の町で一応場所調べて、そしたら、まあ、でそこでね、なんとありました。しかも結構な量残ってたんだよ。まあ、ぬいぐるみもね、まだ3種類残ってますし、誰が残、何が残ってるかっていうと、スペが1つ。で、スズカが2つ。で、テイヨウが3つ残ってたんだ。で、俺の狙いは、もうぬいぐるみのスペだったんだよ。で、あとテイヨウも欲しいなって思って。しかももう、まあ、ローソンで引いてきたんだけど、しかもあった場所がね、すごいところだったんで、まあ、俺も、まあ、そこならまだ残ってるかと思って行ってみたんだけど、まあ、ね、そこではしかもどこのローソンかっていうと、まあ、しかも病院内の病院のにある病院の敷地内にあるローソンがまさかの対象店舗になってて、まあそこならあるかさ、そこまで買いに行くやつはいねえだろって思ったら、本当にめっちゃ残ってた。しかもその病院ね、俺が昔にお世話になった病院の敷地内だってね。もう見える、いやでも見えないか、見えないか、ちょっと見えるか、まあ、ちょっとこれで、あの6年前にね、ちょっとあの粉砕骨折しまして、ちょっと手術、ね、したんですよ。もうここで言っちゃうわ、カミングアウトしちゃうわ。実は、ね、ここで手術、ね、こっちにもちょっとね、手術跡残ってないけど、ちょっと6年前にね、そこの病院で、で手術しまして、でそこの病院の中に敷地内にあるローソンに馬娘の、一番くじが残っておりましたと。いやー、こういう偶然もある。いやー、そういうところもやっぱあるんだね。じゃあね、早速まずは、解消から見ていきましょうかね。今回20回引いてきたので、まあでも20回っつっても最初は10回で終わる予定だったんだけど、もう10回プラスしてね、合計20回いくわけですよ。じゃあまずは回の F 賞から見ていきましょうか。はい、こちら、はい、はい、全部で、F 賞は、10個です。半分が F 賞です。20回中。で、まあ、狙いなんだけど、ちょっと見やすくズーするよ。で、F 賞の俺の狙いは、まあ、俺もアプリもやってるんで、まあ、ちょっと育成でね、結構もう、お世話になっております。まあ、マロデンスキーは、まあ、狙っていきたいなと思って、あともう一人誰狙おうかなって思ったんだけど、まあ、初めてね、育成をクリアした。まあ、富士奇跡も狙っていけたらなって思っております。まあ、狙いはまあ、マルデンと富士奇跡だね。開けていこうか。どっちから開けようか。まあ、どっちでもいいんだけど、こっちから開けよう。いやいや、こっから開けるか。いやーもう、ウマ娘のグッズすれば俺買うの初めてなんだよね、今思えば。ちょっと待って、開け方失敗したぞ。よし、大体。じゃあ、まず1個目。はい、3、2、1。よいしょ。うん、エアグルーヴ。うん、エアグルーヴ。うん。俺ね、あのね、裏でもね、ちょくちょく馬娘のガチャ引いてんだけどね、めっちゃエアグルーヴ来んの。なんか、10連に1人絶対なんか来るんだよ、エアグルーヴ。俺、すっごい確率でエアグルーヴ来るんだよね。もうほんと。もうその動画上げてえわ。もう裏でもう俺30回ぐらい出てくからね。あの30連で3回当ててるからね。俺ヤグル。それぐらい来るもん。だから、もうだから、次もエアグルーヴとか、だからね、もうエアグルーヴはもう絶対来るわって思ってたもん。これでまたエアグルーヴ被るっていうのはやめてください。俺結構適当に取ったからね。じゃあ2個目。はい、3、2、1。よいしょ。おー、シンボリルドルフ。一応ね、子供も育成で、ね、結構やってたりはするんだよね。まあ、皇帝と言われていた、馬
まあですよ、まあこっちの場合馬娘、まあ皇帝だね。まあ結構まあルドルフもね、まあちょっと欲しいなと思ってたんで、まあ結構育成でもお世話になっております。せーの、はい、あ、エルだ、エル、はい、エルコンドルパターですね。はい、スペの同期の一人ですね。はい、俺も、俺、そんな、競馬そんな詳しくないんだよな。アニメでは日本ダービースペと同着1位だったもんね。一応ちゃんと俺も、2期馬4は、2期、1期2期馬4はちゃんと見て、ちゃんと見てます。そこまではちゃんと見てるんだよね。じゃあ4つ目いきましょう。はい、3、2、1、よいしょ。はい、セイウンスカイですね。今のとこ被りなしなのはでかいね。セイウンスカイも、スペの同期組の一人だね。俺結構スペの同期組好きなんよね。あのスペ、グラス、エル、セイウンスカイ、キングヘイロー、ハルウララ、まあ、ここがね、まあスペの同期になってくるわけやん。 この6人組が一番好きかな。なんかやっぱまるあのね、スペがね、まあ、ジャパンカップ走る時にも言ってたけど、マルゼンが言ってたけど、いいわね同期組って。まさにそうなんだよ、マルゼンの言葉に賛同なんよ。はい、3、2、1、よいしょよいしょよいしょ、来たー、よっしゃ来たよ、マルゼン来たー。まず一人目の狙い来たよ。やっぱね、育成でね、お世話になってる馬娘はね、やっぱ当てないとね。本当に俺結構逃げ馬娘との相性が結構いいんだよね。あの結構普通に人間の馬娘だったら結構一発で育成クリアできちゃうみたいな。まあ普通にマルゼンスキーも俺一発でいけたし、あと桜爆心王、マヤのトップガンも俺全然一発クリアできた、育成。せーの、はい、ここで被るか。はい、皇帝シンボリルドルフ被りました、よいしょ。あ、また被っちゃった、エルだ。でもエルとかでもこういうとこ被るのに、まさかのエアグルーヴ被らないパターンか。2、1、よいしょ。ここでやっとし初来たよ。はい、春うらら、結構人気だもんね、うららも、結構欲しい人とかいるんじゃない。うらら9個目か、よいしょ。あー、マルゼン被ったか。まあいいです、まあ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 、マルゼンがここで被るか。いやでも意外とあれ被り多いな。あと1個でまだ来てないのが、成田ブライアン、ヒシアマゾン、富士奇跡、大気シャトル、グラスワンダー、テイゲモペラをオグリキャップ。この中でやっぱり俺は本当に富士奇跡狙いだから、さあラストで富士奇跡来てくれ。富士奇跡、来てくれ、富士奇跡。一番人気、7番富士奇跡かぶりました、ハルウララ。じゃあ結果は、10回引けて、ハルラグラが2つ、狙いのマルゼンが2つ、皇帝ルドルフ2つで、エルが2つでエアグルーヴとセウンスカイが1つずつ。俺エアグルーヴ被ると思ってたんだけどな、まさかのエアグルーヴ被らんかったわ、意外だわ。いやでも狙いの、ね、もう1つの狙いの富士奇跡が狙いまで来ませんでしたので、じゃあ次印象いきましょう。はい、印象は6つ、こちらはまあスピカしか入っておりますね。まあ当然狙いはまあスペと、まあ、鈴鹿、テイオーマクイーン、この4人の誰かを狙っていきたいね。で6個しかないんで、当然コンプは不可能です。いやでもこの4人のまあどちらかといえばスペ、テイオーマクイーン、この3人が来てほしい。まあ鈴鹿も欲しいんだけどね。いやでも1期の最推しが俺スペなんよ。で2期見てさ、マジで俺もう2期から推しが迷走中で、
マックイーンもいいし、帝王もいいし、ライズもいいしさ、キタちゃんもいいし。じゃあ行きましょう、1個目、せーの、はい。おお、いきなり来た。おお、いきなり狙いの鈴子来た。あ、これ結構幸先いいよ。一発目狙いの鈴子。ちょっと一回こっちずらすか。いやでも、もう鈴鹿来たならもうスペとセットでしょ。帝王が来たらマックイン、もうそういうセットよ、もうペア、もうそういうペアはもうやっぱ一番いいんだよ。じゃあ行きましょう、2個目、はい、3、2、1、よいしょ、よいしょ、よいしょ、おー来た、おい来た、やっぱ来るんだよ、ほらほら来るんだよ、狙い通り、はい、ほらスペと鈴鹿は来るんだよ、セットなんだよ、やっぱりここは、ね、言ったでしょ、鈴鹿が来たらスペは来る、スペは来なきゃっていうのはもうここ二人はセットなんだから。まあ、とりあえずマックインとテイヨーはまあ俺的にはもうセットだと思ってるけど、テイヨーのあの部屋同じ人、あの前のトップがなんだよなって。はい、行きましょう。3、2、1。よいしょ。マジか。マジか。連続やぞ。おい、マジか。俺結構適当に取ったんだけどな。連続。連続で狙い来たよ。あとマックインだ。よいしょ。あ、ゴルシ。まあ、ゴルシもやっぱね、ちょっと欲しいなと思ってたよ。はい、行きました。はい、ゴルシ。でも、かぶってないよ。マックイーンを引けるのか引けないのか、あと引いてないのが、ダイワスカーレットとマックイーンなんだよね。もうさ、ここで2分の1を引けるか被るかや。3、2、1、よいしょー、被ったー、ウォッカー、被っ、ここで被ってしまったー。はい、結構はい、はいね、ラバスはこんな感じでございます。まさかのスピカゲリが被らない、ほとんど被らなかったっていう。いや、マックイーン惜しかったな、マックイーン。いや、テイヨーって来たらやっぱマックイーン欲しいじゃん。まあ、ゴルシも欲しかったけどさ。はい。俺適当に取ったんだよね、D でしょ。まだいっぱいあったから。なんか選べる2つって言ったけど、俺適当に取ったらこっちだったわ。映りきんねえな。あっちの方もより好きなんだけど、俺やっぱこのステレグリがめっちゃ好きだから、やっぱ俺こうかな。やっぱり適当に取ったらこっちの方が良かったかなと思う、今でも。スペスズカがやっぱ本当に好きだからね。まあまあ、スペにとってスズカは憧れだった存在なわけだし、はい、D 賞が、一つでございました。はい、ここからは、上位賞ですね。 ABC、 はい、結果どうだったのか、もうね、まだここでね、まあ、全部じゃないから、まあ計算してれば全部じゃないからでも分かってると思いますが、はい、上位賞なんとあります。引いてまいりました、残り3つ上位賞です。でもね、どういう引き方したのかっていうのはみんなまだ分かんないでしょう。じゃあ見せましょう。はいはい、まず1つ、はい、 A 賞スペシャルウィーク、はい、俺の狙い当ててまいりました。いや、やっぱでも可愛いよねこれ、スペ後でね、開封してね、部屋のね、どこかいい場所を飾りたいなって思っております。テレビの前とかでもね、いいかもなって。よし、じゃあスペを、はい、スペを当ててきました。じゃあ、はい、次、はい、次の上位賞、はい、かぶりかもしくは別か、おいおい、 B 賞サイレン鈴鹿当ててまいりました。はい、鈴鹿もやってまいりました。いやーね、いやね、まあここでね、鈴鹿が引いてきたわけですよ。店員さんもね、あの引いた時まで、店員さんまでめっちゃ拍手してた。これ俺引いた時、ぬいぐるみ引いた時でマジで店員さん拍手してて、おーすごいっつって。いやでも本当に、でもぬいぐるみね、本当に欲しかったから、はい、鈴鹿を当ててまいりました。はい、残り一つね、どういうものなのか、さあ誰を引いてきたのか、スペ、鈴鹿、オア、かぶりなしの帝王か。じゃあ見せていきましょう。
はい、せーの。おい、おい、なんと帝王です。はい、なんとぬいぐるみ3つかぶりなし、奇跡、はい、神引き、神引きして入りました。はい、俺だってあと、あの先に10回引いて、後からまたプラスで追加で、まあ10回引いたって言ったじゃん、冒頭に。その時最初の10回で、あの鈴鹿が来たんだよ、最初の10回で。で鈴鹿では持って帰もういいかなと思ったんだけど、やっぱりスペ欲しくなっちゃってさ、スペね、欲しくなっちゃってさ、あのナポレプラス10回引いちゃったんだよ。そしたらさ、ここでこう連続できたのよ、スペとテイヨーが。まさかのびっくりしたわ。テイスターボブもすごい、もうさらにまた拍手が出てきたよ。もうこれもうスペ引いた後にテイヨー出てきたからね、びっくりしたわ、みたいな。もうだってスペ引いた時に俺ガッツポーズしたんだよ。そしたらテイスター推しですかって言ったら、もう俺推しですって言ったからね。わー、もうスペ持って帰れる、これで満足と思ったらテイヨーを引くっていう。いやーね、いやでも今回で、結果が、ご覧の通りになっております。いやでも俺的から見たら、これ本当にでも誰から見てもこれ覚える、神引きだっつって。ぬいぐるみ全種持って帰ってくる、ラバストが、狙いがほとんどゲットできてる。まあ富士奇跡とマックインは来なかったけど、でも大体の狙いはもう当てれてる。いやでもいいね、馬娘。次ね、2期の、ま、一番組絶対来ると思うから、それでね、また多分俺の予想では、まあ帝王は絶対ぬいぐるみ、また俺ぬいぐるみだと思うから、帝王をマックインは絶対確定で来るんだよ、帝王マックインは。あと1人か2人誰来るかって言ったら、やっぱライスか、ライス、ネイチャー、北ちゃんあたりか、あとビアハヤヒで、ここら辺りが来る、ニューグルで来る感じ、来るんじゃないかなと。でも北ちゃんを、北里コンビは絶対に来る。でも北ちゃん来たらやっぱり狙いたいね、俺北ちゃんも好きだし、ライスも好きだからね、あとネイちゃんも。はい、以上が、一番くじの引きでございました。てなわけで、本日の、今回の動画は以上までございます。ここまでね、見てくださった方、ありがとうございます。もしね、馬娘が大好き、一番くじが大好きという方は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。まあね、あとうちのチャンネルは、まあ、ラブライブもメインで行っている、メインで取り扱っておりますので、もしラブライブが大好き、まあ他のアニメもいいですよ、他のアニメが大好きという方もぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。概要欄から、Twitter のリンク、俺がね、ゲーム実況を専門でやっておりますチャンネルもございますので、俺のゲーム実況が見たい方は、ぜひそちらのチャンネルから、登録の方よろしくお願いいたします。ではそれではまた、次回の動画でお会いしましょう。もしじゃあ